来電大学の解剖劇場、周囲に人間や動物の骨格標本が展示されている解剖劇場は近世の医学教育において公開で解剖を執行して教育を行うための建物である。円形劇場のようにすり鉢型の形に作られ中央に解剖が行われるテーブルが配置され、周りに学生や見学者の席が設けられた。学生の教育だけでなく、 一般市民が入場料を支払って見学することもあった。この様子はレンブラント・ファンレインによる1632年のユサイ・トゥールプ博士の解剖学講義に描かれている。最初の解剖劇場は1594年にジェローラモ・ファブリツヨによってパドバ大学に建てられ、現在も保存されている。百九十六年にオランダのライデン大学に設けられた。 ボローニャの解剖劇場は1563年に建てられた建物の中に1637年に設けられた。スウェーデンのウプサラ大学の解剖劇場はライデン大学に留学したオラウスルドベックによって当時の大学の中心の建物の塔の中に1663年に設立された。アメリカ合衆国ではトーマス・ジェファーソンによって バージニア大学2827年に完成したが1838年に図書館建設のために取り壊された。ありがとうございます。